中山きんに君さんが吉本を退所したということで、ご卒業おめでとうございます。退所仲間が増えて嬉しい。退所した芸人と退所してない芸人と退所してない芸人が圧倒的多数なので、仲間増えるとシンプルに嬉しい。これは別に悪い感情じゃないと思うんで、素直に言わせていただきたいと思うんですけど、僕がねだいぶ後輩なんですよね、きんに君さんね。でもデビューの頃からね結構お世話になってて、なんかいろんな番組でちょくちょくゲストで出ていただいて、僕らの番組に来ていただいたり、ロケ一緒に行ったり、もう大好きな先輩なんですよ。めちゃくちゃ性格いいですからね、きんに君さんね。くんさんってなっちゃうのはちょっとまあ呼びづらいところではあるんですけど、呼びづらいなってのはきんにさんと呼べないですけどね。中山きんにさんってなっちゃうと筋肉がなくなっちゃうっていうね、全くマッスルのパワーのノーパワーの状態になっちゃいますけどね。まあ言ってもやっぱりYouTuber としてすごいじゃないですか、きんに君さんもね。150万ぐらい登録者いるのかな、すごいですよね。宮迫さんのチャンネルより多いぐらいだから、もう大成功チャンネルの一つですよね。中田はお笑いじゃなくて勉強系だもんなみたいなさ、まあまあ勉強系なんですけど面白おかしくやらせてもらってますわみたいな感じなんだけど、それのさ筋肉系でしょ。だから言ったらね、中田敦彦と筋肉は表裏のカードと言っても過言じゃないんですよ。フィジカルの筋肉と頭脳の方の中田とフュージョンしたらものすごい状態になる、こういう特化型芸人 YouTuber のですね両面と言ってでもですね過言じゃないわけですから、僕は非常に注目して見てたわけですよ。事務所を辞めた人たちにねぜひお伝えしておきたいのが、辞めた者同士仲良くしませんかってここなんですよ。だから西野亮廣先生も加藤浩次先生もみんな仲良くしませんかっていうね。僕ずっと思ってるのが、吉本もそうですけど、ジャニーズさんもね辞める方多いじゃないですか、僕特に昨今ね。でジャニーズさん辞めた方同士ってあんまりつるんでるとこ僕見ないんですよ。ノーグッド TV みたいなね、赤西さんと錦戸さんみたいなのありますよ。だけどさ、そのあんまいないじゃないですか。言ったらカトゥーンさんで言うとね、その赤西さんと田中聖さんと田口淳之介さんっているわけじゃないですか。3カトゥーンいるんですよ。 KAT-TUN で6人なわけですから、現在の正規カトゥーンも3人でもうほぼ拮抗してるわけですから、じゃあこっちで組んだらって、おい、いや素人考えたら分かりますよ。ジャニオタの皆さん申し訳ありません、そんな簡単なことじゃねえんだよっていう気持ちもう重々分かりますし、ジャニオタの人、ジャニーズ辞めた人に当たり強くない？これ優しくしよう。吉本そういう人があんまりいないからそれはそれでラッキーだったけど、吉オタっていないのよ。ジャニオタはいるけど吉オタってあんまりいないから逆にラッキーなんだけどね。あなたたちは吉本に迷惑かけたとかってあんまり言われないから、ジャニーズの人大変だなって思うんだけど、ジャニーズ辞めた人たちも吉本辞めた人たちも一緒じゃんって気持ち。いや孤独なのよこれがさ。お前がさ好きでフリーになったんだからお前勝手にしろって思うかもしんないけど、いや言ってもさ、海外に移住してる日本人同士ってもうちょい仲良くするからね。中国の人なんていろんな国にチャイナタウン作っちゃうんだから、もっとリトル東京作らない、リトル東京を各国で作ればいいじゃないって。シンガポールでもチャイナタウンあるし、リトルインディアがあるのよ。インド人も中国人の方もですね、両方ともですね集まる才能があるの。インドから出たそれぞれで頑張ろうぜ、知らねえよインド出たそれぞれでやれよみたいな、中国出てそれぞれでやれよっていうよりは、それぞれ中国なんだからそれぞれインドなんだからって結束すりゃいいじゃん。もうちょい日本人同士も結束すりゃいいし、辞めた吉本辞めたジャニーズそれぞれ結束すればいいじゃないって思ってるわけ、私は。聞いてます皆さんね。だからきんに君さんもね、加藤浩次さんも西野亮廣先生もちょっとみんな集まんない、一回集まって飲みませんかって思うよね。いやでもね、やっぱり独立するぐらいの人だから、やっぱり独立マインド強いんですよ。一匹狼型が多いんですよ。あるんですよ、いろいろあった時にね、加藤浩次さんでご飯連れてってもらってですね、その時のぶしこぶしの吉村さんねご紹介していただいたんですけど、吉村もいるしこうやって飲むけど、でも俺はあんまり毎日つるむようなそういうタイプの芸人じゃないし、つるむタイプの芸人に関しては俺は違えと思って、すごいよね、すごい、そのマインドがすごい。狂犬加藤というね、スッキリで加藤の乱をしただけはあるわけですけども、それ加藤浩次さんですけど、まさかそのマネジメント契約とかエージェント契約の中でさ、その今辞めんのみたいなタイミングで辞めてるわけだし、中田西野が先辞めとるわけですから、まあ、藤森もね、中田西野藤森加藤でこう仲良くしてもいいんじゃないかと私は思って、だからそこにね筋肉さんも入っていただいてですね、宮迫さんも辞めてるわけだし、なんだかんだでこう辞めてる人間が増えてるわけだから、仲良くしようよっていうのはね私言いたい。なんだったら辞め押しの人と辞めジャニの人で、辞め大手事務所っていうことで仲良くするのも俺全然あれだと思ってるんだよ。そうじゃない、お互いさ芸能界のさトップランナー的なさ事務所を辞めたわけですよ。大きい村社会ですからね、すごいこういろんなこと言われるわけよ。お前らの名前が売れたのは大事務所あってのもんじゃろがい、恩義をあだで返すんじゃねえみたいな。組織の理論好きだよね。半沢直樹が銀行辞めない理由分かりました、みんな組織大好きなのよ。でもさ、イチローだってメジャー行ってんだよ。イチローはオリックスやめやがってこの野郎とかってあんま言わないじゃん。海外にチーム出て挑戦するアスリートをさ、お前は組織裏切りやがってみたいなことあんま言わないじゃん。
そういう目で見てって、一郎的に見ないっていうの思うから、そういうさメジャーで活躍し始めた球界の男たちみたいな感じで、辞めたジャニーズの人たちも辞めた吉本の人たちもこうなればなんかいいんじゃないってのは私思うんだよね。いろいろあると思うよ、うん、俺の方が上とかあいつの方が上とかさ、だから声かけづらいとかあると思うけど、もう大人じゃん。やめジャニの人もやめ吉の人ももう40超えてないって言うて、俺も今年40になるわけですよ。でほとんどの方が私より年上で、芸人さんもジャニーズの方だってそうかもしれない。近藤真彦さんとか中井さんとかね、香取さんとかもいるわけじゃないですか。俺事情わかんないから言うけど、近藤真彦さんと新しい地図の人たちとカトゥーンの人とかね、手越くんとかも集まったらどうなのっていう。それでカウントダウンライブをやったら盛り上がると思うんだけど、どうなの。そこの MC とかを加藤浩次さんとか俺とか西野さんとかでやったらすごい、もうそっちの方がちょっとした芸能界になりそうな雰囲気がするんだけど、どうでしょう。なんだったらほら事務所を辞めた人たちで言うといっぱいいるんだよ。能年玲奈さんとか柴崎コウさんとかも現れたらすごいことになるかもしれないんだよ。どっちが芸能界か分からなくなってきてるんだからさ、仲良くしようって話。中山筋肉さん聞いてますか。聞いてるのかい、聞いてないのかい。おい筋肉さん、この私と仲良くするのかい、しないのかい。する。